皆様こんばんは。9月5日今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。かなりですね、ドル円の方が、朝方からショートがたまりまして、売り上がって結果的には下がってこずという形になりまして、146円のこの6号割れをそこにして午後からショートカバーになりました。特に午後3時ぐらいからですね、欧州勢、早出の欧州勢が出てきてから、買いが強まって、一発目で147円の丸6レベル下がって8号割れ、そして丸8やって8号割れで、現状は146円の9号レベルぐらいで揉んでおります。マーケットとしてはやはりどうしてもですね、レベル感で、ロングをなかなか146円後半147円で取りにくかったというふうに思います。これ147円台を見た後の6円の808号を変えるんですけど、下から上がっていった時の146円の80はやっぱりロング取れずにですね、やっぱり流れは147バックに売ってしまった人たちの方が多かったかなっていう気はいたします。まだマーケットショートっぽいです。従いまして、自分とすれば下がったところを買ってみようという形になっておりまして、現状であれば146円の6号の買い、146円の3号のストップ、146円のごめんなさい、6号の買い、146円の3号のストップ、そして147円の15銭のこちらの方は利食いで、本日買い回転を考えてみたいと思います。ユーロドルです。ユーロドルは非常に上値が重たく、ずるずる崩れる展開となりました。これもちょうどこちらの方は、9月4日昨日の夜8時ぐらいでございますが、 1.08 の10手前ぐらいが重たくなって、今日は 1.07 の80、ここが割れてからの投げっぽい、動きでございました。やはりこれは、ドル買いが強く、ユーロ売りで入ってみたいと思います。 1.0790 で新規の売りを、1.08 の20でストップを、そして 1.07 の20で利食い買い戻しをイメージをしてみたいと思います。次はユーロ円です。ユーロ円は、戻りのですね、例えばその上値が重たくなってきている状況もございますけど、やはり十分に引きつければ157円台のミドル割れは一旦買えるかなという気がしております。この157円の4号を一旦買ってみて、157円の1号でストップ、利食いを158円の10でイメージをしております。次はポンドです。先にタイドル見たいと思います。ポンドドルでございますが、やはりこちらの方は午後3時から大きく崩れました。戻り売り、まだ売れてない、ポジションといいますか、ロングポジション残ってそうに気がいたします。 1.26 の10でこちらの方は売りを、そしてストップロスは 1.26 の40で、そして買い戻しを 1.25 のこちらの方は30でイメージをしてみたいと思います。ポンド円です。ポンド円はやはり上値がだいぶ重たくなりました。184円の80でこちらを戻り売りで、185円の当選で、これはストップ買い戻しですね。そして利食いを184円の20でイメージをしてみたいと思います。次はオージーです。最初にタイドルでございます。これは 0.64 の40が割れてから大きく投げ相場になりました。
それまでが非常にあの王子がタイトルで、堅調に見えたので、いろんな、まあ、ところでロングが溜まっていたかなという気がしております。まあ、一旦これも 0.63 の70まで下げた後でございますから、やっぱりなかなか 0.64 台、売りたくても 0.64 の40は売れないだろうなと思います。ちょっとここから下げて 0.64 の30で売りを、そして 0.64 の、この70で一旦切りを、買い戻しは 0.63 の65でイメージしてみたいと思います。次、王子円です。王子円も急落です。重たくなってくるのは多分94円の10レベルぐらい、94の40にストップを置きながら93の50の利食い買い戻しを狙っていきたいというふうに思います。ラスト、ニュージーです。これも 0.5920 割れて、まあ、急落をした相場なので、まあ、一旦ここでは戻り売りが出てくるだろうというふうに思います。 0.59 の20で売り、 0.59 の、まあ、50レベルぐらいですね。これ超えてたらちょっと一旦流れはやっぱりおかしいんで、一旦切った方がいいだろうと思います。そして利食いを0.5920で売ればですね、0.58 の70で利食いを考えてみたいと思います。ラスト、ニュージー円です。ニュージー円も非常に割れが重たいです。86の70、こちらで売りを、87円ちょうどでストップを、そして86の10で利食いを考えてみたいと思います。やはりあの今回のですね、特に今日の、トピックスといいますか、注目点は、非常にあのドル買いが鮮明になってドル全面高になったということですね。これがドル円が上がりますけれども、多通貨ドルが急落するので、多通貨ドルの下落の幅の方が大きければ、ドル円は上がるけれども黒線は下がるといった形になります。常にドル円と同じ方向を見てたりすると、これやられてしまうことにもつながりかねないので、やはり今日みたいな日はですね、ドル円のチャートを出しつつ多通貨ドルのチャートも出して、で、現状サポートライン、レジスタンスラインを引いた上で、どちらに転ぶかを見ながらですね、黒線を見ていただくという形の方が一番安全策かなというふうに考えます。今晩何かお取引ございましたならば、ぜひお待ち申し上げております。よろしくどうぞお願いいたします。簡単でございますが、今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。